フォックスニュース、フォックスニュース、フォックスニュース、英称、フォックスニュースチャンネル、略称、ガイ NC は、アメリカ合衆国のニュース専門放送局である。1996年に、ルパートマードック所有のニュースコーポレーション、ゲンフォックスコーポレーションが、当時 NBC の経営者、ロジャー・アイレスを社長にして設立した。1996年10月7日の、 放送開始時には1700万世帯という状態だったが放送契約を結んだケーブルテレビに奨励金を支払うというキャンペーンを行い視聴可能世帯を増やしていったアメリカにて8000万のケーブルテレビと衛星放送加入者に視聴されており海外でも視聴できる2005年にラジオ局 FOX ニューストークを衛星ラジオで開始2007年に 経済ニュース、フォックスビジネスネットワークを立ち上げた。2008年からハイビジョン放送を開始した。主に、ニューヨークのスタジオで制作されている。中立報道を心がけていると主張しており、フェアバランスと、公平公正と、ウィーレポート、ユーディサイド、我々は報道する、判断するのはあなたをモットーにしている。トークラジオ形式の番組が人気となり1990年代末から、 CNN から視聴者を奪い始め、2000年から CNN と視聴者数で寄抗。2001年のアメリカ同時多発テロ事件を機に一気に CNN を引き離し、現在も視聴者数主位の座を守っている。2010年の A ガーディアン社による世論調査では、最も信頼できるニュース放送網はとの問いかけに、米国民の過半数が FOX ニュースを挙げている。 二位の CNN は39%。2017年、セクハラの口止め料として5人の女性に対して1300万ドル余りを支払っていた問題で4月20日、FOX ニュースの人気番組、オライリーファクターの司会者である、ビル・オライリー・ FOX ニュースに復帰しないことで合意したと、親会社の21世紀 FOX が発表した。年月日の、 総視聴者数で154万人を記録し18年ぶりに、周囲から陥落、156万人の MSNBC に次ぐ2番手に交代した。一時期 NHKBS1 で放送されていた。1997年8月1日、パーフェク TV、ゲンスカパー、プレミアムサービスで、ニューズコーポレーション、現21世紀フォックスとソフトバンクが立ち上げた。 衛星放送プラットフォーム J スカイ B の番組供給会社スカイエンターテイメント、現 J スポーツで放送開始。また、1998年6月1日にはニューズコーポレーションの子会社ニューズブロードキャスティングジャパン &FOX ネットワークスグループでも放送開始。2000年3月31日にスカイエンターテイメントで放送が終了するまで2つの チャンネルで放送されていた。その後、2001年12月から2002年7月までは、ナショナルジオグラフィックチャンネルとの今後編成チャンネルとなったが、2002年8月に分離、再び単独チャンネルとなった。しかし、2004年7月31日をもって、日本での放送を終了している。FNC の報道について、保守的、共和党寄りであり、 2000年代前半には、視聴率競争で CNN を抜き、フォックス効果が注目された。ルパート・マードックの意向もあって、アメリカ同時多発テロ事件を機に、愛国心一式の報道姿勢を明確にした。テレビ画面に放送局のロゴが表示されるが、終日正常期を流し始めたのは、FNC、及び同時放送していた、地上波のフォックステレビ、同じく、ニューズコーポレーション参加だった。 アンカーは皆正常期バッジを身につけた。イラク戦争でもテーマ曲を勇ましいマーチにしたり、米軍がイラク大統領官邸に突入する模様を独占中継に成功、退役軍人をコメンテーターに起用する。これはどこも同じなどの姿勢を続けた。イラク戦争は FNC が CNN より多くの視聴者を獲得。一方でイラク戦争において、 衛星中継者まで同行した従軍報道は連合軍の立場に沿った取材中継となったこと CNN でアメリカにとって都合の悪いニュースを放送するにも細部のルールを用いて最新の注意を払っていたことが明らかになるなど一連の報道姿勢が注目されたこれを FNC が点一一からの愛国色の強い報道姿勢に習って継承していったとして フォックス効果と呼ばれた。中立報道を掲げるスローガンとともに、保守的傾向があるとされる。実際に、FNC のキャスターに、ビル・オライリー、ショーン・ハニティ、グレンベック、ニール・キャブートなど、保守的傾向の強い人材が起用され、大統領候補争いで注目を浴びた、共和党のマイク・ハッカビーも週末のトーク番組を担当している。共和党関係者では、サラ・ペーリンや、 カール・ローブが FNC に専属コメンテーターとして出演している。スタジオでのトークやインタビューにおいて、キャスターのキャラクター、性格、個性、心が放送に大きく反映されている。それまでのアメリカメディアは大まかに、TV はリベラル、ラジオ、トークラジオは星という色分けがあり、その認識下では異色の存在として登場した格となる。 2004年、共和党の全国党大会の大統領候補による指名演説中継はすべてのチャンネルで視聴者数トップになり、2008年度もトップに輝いた。FNC を最も信頼するニュースソースと答える人のほとんどが保守思想、共和党支持者である。一連の動向から視聴者は個人の心情に合った番組に合わせて視聴する、先行傾向が伺える。 マイケル・ムーア製作の映画、歌詞911では、2000年大統領選挙での変更報道やイラク戦争を煽ったとして、同局をジョージ・ W ・ブッシュ政権のお抱かかえテレビ局として批判している。また、ドキュメンタリー映画、ウト・フォックスとは、FNC が共和党寄りに変更していると指摘している。しかし、変更というならば、他のテレビ局こそ民主党大統領候補者を、 賛美する一方、共和党候補者に対しては揶揄するような報道を繰り返しており、民主党寄りに変更しているのであって、上記の批判は民主党系メディアの視点からの攻撃に過ぎないとの反論があるように、共和党支持者と民主党支持者の立場によって見方が変わる共和党に有利なように報道し、競争相手を潰しているのであり、リベラル派を陥れるようにしているわけではない。 フォックスニュースサンデーにて、司会のクリス・ウォレスはクリントン元大統領に、政権担当時、ビンラディンに対してなぜ何もしなかったのかと質問し、クリントンが激怒して反論した、クリントンがビンラディンへの対策を進めていた事実と、異なる質問であったため、地球温暖化対策を求めることをリベラルのヒステリーだと決めつけ、国際的な合意であると、リベラル勢力の間では考えられている。 温室効果ガス排出規制の必要性に対して、懐疑的な論者を持ち上げたり、不都合な真実でなお打ったアルゴは、元米副大統領の自宅高額な電気代を、報じた。銃規制に対しても、批判的であり、2007年のバージニア効果、大学従覧者事件直後の番組で、あるコメンテーターは、大学側が銃規制を行ったのが問題なのであり、 学生が武装していれば犯人が32人も撃ち殺す前に射殺できたと学生の住所時を肯定する発言をした。ブッシュ政権や共和党と強いつながりがあり、ただし副大統領を含めブッシュ政権の閣僚などがよく出演しており、狩猟中に誤射事件を起こした副大統領リチャード・チェーニーが事故後最初に同ニュースにテレビ出演した。 トニー・スノー元大統領報道官は、フォックスの元キャスターである。バラク・オバマ政権発足後も視聴者数は伸びており、オバマ政権に対する批判の急戦法を担う、MSNBC が2006年から、ブッシュ政権を批判したように。これらについて、オバマ政権のコミュニケーション担当責任者、アニタ・ダンは2009年10月、FNC は事実関係を無視し、 ニュース報道を偽装した、世論誘導を行っていると非難した。基本的には、記者取材のほか、全米のフォックス加盟局、イギリススカイニュースなどと連携して、速報体制を強いている。しかし、キャスターやコメンテーターのキャラクターが、全面に出ており、影が薄い。情報の裏付けが乏しい伝聞やデマに対する、チェック体制が甘いために、 他のメディアに比べ物議をかす報道も多い。オバマ大統領がインドネシア時代に通っていた学校ではイスラム過激派の教育を追っていたという放送を行ったが CNN がジャカルタの特派員に取材させたところ誤りであったことが判明し FOX は取材すべきだと苦言を呈された。地上派ネットワークの FOX 加盟局は大都市を中心に朝や プライムタイムにローカルニュースを放送したり、三大ネットワークと違って、全国ニュース番組はない。FNC は、日曜朝の討論番組、FOX ニュースサンデーを配給し、FNC でも放送している。他に、大統領選挙や一般教書演説などの重要時に、特別番組を配給し、シェパード・スミスらがアンカーを務める。FNC でお昼に放送していた、 デイサイドの出演者による朝のトーク番組、ザ・モーニング・ショーを2007年1月から2年半放送したシンジケーションでの放送。他にシンジケーション向けにヘラルド・リベラが司会を務める情報番組を制作したが、週末の FNC にての放送に切り替えた。2007年にはマイネットワーク TV に向けた情報番組の制作が計画されてた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。